はい、こんにちは、あの、ゆうです。今回はね、グラウンドゼロのタスク、多分もう5つ以上出ないと思うんで、一旦ね、5つ全部クリアしてきたんで、紹介していきたいなと思います。多分、やってる感じ、これ以上出ないと思うんで、ここら辺、終わらせることができたら、グラウンドゼロのタスク、全部消化し終えれるのかなと思うので、よかったらね、皆さん、ゆっくりと、やっていただければなと思います。ね、順を追って紹介していこうと思います。まずはじめに紹介するタスクはファーストインラインっていうタスクです。目の前にあるテラグループの大きい建物をこちらを目印にしていただいて、マップで言うと左下こちらの方に走っていってください。目の前の黄色いテント、でこのテントの中に入ってこれ医療品を3つですね、一応この下の方に並べておくんで、まあ、ここら辺を持って帰っていただければタスク完了になります。で、次に紹介するタスクは、こちらグループの建物の中にあります。で、1個目に紹介するタスクは、セービングザモールです。まずはじめに、目の前の、この白い車。周辺を通ってください。通ることで見るタスクが完了します。その後に建物の中に入っていただいて、2つの2階に上がる階段が見えると思います。その階段を上がらずに猫置き物がある方に走ります。このレッドスカブですね、こいつが確定で他の人が取ってない限り鍵を所有しているので、これを取ってください。これを取った後に、はい、左手の階段ですね、こちらから上に上がってください。3番の扉を目印にして横に4番があります。部屋を鍵を使って開けてください。外にこっちですね、この中央のところにハードディスクが置いてあるので、これを取っていただければと思います。一応僕が確認した感じ、中央のこことここに置いてありました。多分、この周りには置いてないのかなと思います。もしも真ん中になければ、ちょっと周りの方も探していただければと思います。これでね、二つ目のタスクの紹介、終了になります。では三つ目に行きましょう。階段下っていただいて、正面の裏から出てください。左ですね。で、三つ目のタスクは車脱出になります。汚染ルールを所持していると車があれば脱出することができるので、車脱出が完了すれば終了です。ランスルーとかはもしかしたら脱出に含まれないかもしれないので、まあ、注意していただければなと思います。
で、4つ目の紹介に行きたいなと思います。4つ目のタスクは、こちらになります。グラウンドゼロにて、スカブを5体殺すっていうのと、クレポン機銃と機銃を発見するっていう感じですね。まずはじめに、テラグループから見て、ちょっと横の大きな建物。音も大きいか。こっちの建物。この扉を開けて入ってください。正面のこの扉、開けてください。入ってすぐにある階段を上がってもらって、スゴーシはあるんですけど、ガン無視で行ってください。上がった先のこの部屋ですね。これをチェックすることで、これを見ることで完了になります。あともう一箇所。さっきの大きな通りの方に戻ってきました。花壇を越えてもらって、正面の、この、デコッとした建物を目印にしてください。この建物の奥、大きな建物。インサイトですね。建物の正面から入ってください。エレベーター上がっていただいて、エレベーターか。この扉を開けてください。ちょっと分かりづらいんですけど、下にレポン機銃があります。スカブ切ると、この2箇所見ることで、タスクが完了になれます。なんか自分死んでも完了した気がするんで、もしかしたら死んでも大丈夫かもです。できれば生きて帰った方がいいかなと思います。次に、最後に紹介する5つ目ですね。ここまで行きたいと思います。またね、テラグルーの服の方まで戻っていきたいなと。最後に公開するこのタスクは、4つのタスクを終了した後に、少し他のタスクを進めれば、出てきます。テラグループを正面で、手前、こちらの建物ですね。こちらに入ることでロケーションが完了になります。で、最後にワインを、探すんですけど、まあ、ここら辺の棚だったり、真ん中のこういうとこであったり、の裏にある、こちらであったり、ランダムにスポーンするので、まあ、いろんなところをね、くまなく、拠点が出るまで探していただければと
終えます。同じではないですけど、まあ、こんな指と同じで白い点が出るので、それを目印に探していただければと思います。ではね、グラウンドゼロのタスク紹介以上でね、終わりたと思います。これを見てね、最後まで消化していただければありがたいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。おっつ。